对，哪里？哎，干，啊，就只是回来而已，马德。啊，终于看到妙意了，可以换了。君は直感で動きすぎだ。所以也只在这边而已。集中集中。我一直用水戳人家屁股，是不是有点没品？
王的包厢。尖锐匕首，干！一直看到金箱，好想开啊！大一只啊！难道说这个是梅文叔叔？New Year，New Year 很难念。骷髅，哇！结果他落地。サポートお願い。全部両断。我干又死掉了。我干还是死掉了。血剩3000多哎，那个重打好了，直接把重打比较快。干，真讨厌哎！这只打得赢的说，他前面放技能的时候被打到太多下了。気をつけろよ、ロゼ。少し多くの耐性を持ちます。攻撃手段は吟味してるってことね。オッケーオッケー。ロゼ、下がって。特空層、混ぜるね。全然ない。新将来デリバーで2択だ。止め、なりひれ、握りつぶす。貫通能力は理由は気にしてた。是不是？いえ、私なんてスレイさんに比べれば。这就是经验的力量。体力が少ない方がいますわ。
こし入れの儀式だよな、さっきの。しかも同志があんなに大勢。場所はペンドラゴの教会神殿みたいだった。それにあのマオテラスの紋章、出身はマオテラスなのかな。私はちょっと失礼しますわ。隠れちゃった。なんかいじめみたい。そんなつもりはないんだけど。分かってるけどさ。状況証拠から見てマオテラスが関係している可能性が高いな。うん、あれだけの同志が存在するには五大神級の力が必要だと思う。そうだな。けど今はこの辺にしておこう。盛り上がるとライラが出てこれないわよ。ごめん、分かったよ。ひとまずの目的は果たしたな。欲を言えば荒らされる前に調べたかったけど、洞窟が始まったのはかなり昔のようだね。それだけど一個気づいたんだ。昔ここから持ち出された石や装飾ってペンドラゴの建築に使われたんじゃないか。あり得るな。場所と時代から考えて。だろ、どこに使われてるか調べたらペンドラゴの隠れた歴史が明らかになるかも。同じようにビビア水道を利用したレディーレイクと比較したら当時の人々の思考がわかるんじゃないか。それ面白そうだ。さすがミクリオ。それだけじゃない、さらに仮説を進めると。何が面白いのかさっぱらんけど。元気は出たようですね。妙なやつらだ。また笑われちゃったか。のんのん、今のは称賛の微笑み。本物の遺跡バカへのね。リヴァ遺跡バカ同士。そんな同士いる？聞いたことはありませんが。じゃ、スレイが第1号で。問題はないか。まあね。老师，我没有看到雷文呢。哦，他跑去桥上。绝风冲坡，高阶奥义，神速境界的冲刺，哈哈哈哈哈。我好像几乎没有用过碎尘牙这个技能，来用一下好了。はい、これ。回哪里呀、啊？怪死哦！やるからには全力だぜ、ミクリオ。飛ば。找一下有没有好的地属性攻击，没有，只有碎尘牙，我觉得碎尘牙很难用，用狮子战袍好了。
おお、いいね。阿祖跟过来。跳马。からには全力だぜ。え？ほら、できたよ。棒蛋糕。好远。ありがとね、みんな付き合ってくれて。あれで満足だったわけ？放っておいてモヤモヤするよりマシだよ。そうだな。怎么突然讲这个？我要去找阿丽莎。アイランドは日々戦争に向かっています。私の声などもう誰も。ますます立場を悪くしたからな。本当に融通が効かない奴だ。だが諦めません。騎士は守る者のために強くあれですから。変わらないな、お前は。レイクピローの遺跡はどうだった？ああ、手に入ったよ、気力は。それはよかった。
先生とはすれ違いになったようだね。アリーシャ、そのことだけど。マルトラン先生に稽古をつけてもらっていたんだ。先生と稽古すると力が湧いてくるんだよ。傷だらけになるのが困るが、私が未熟だからだな。どういう人なの？先生は私にとって母のようだと言ったら怒られた。そんな年ではないって。けれど七つで母を亡くした私に武術を、騎士の誇りを教えてくれた恩人だ。アリ、いつまでも頼ってしまって情けないが。そんなことないよ。大臣たちを説得してみるよ。一度と言わず何度でも。疗愈猫咪。私の正体をアリーシャに伝えなくて。あんた本当に性悪。あなたは本当にアリーシャの支えなんだ。それを再確認しただけで真実を伝えられないか。甘い。同志としても戦士としても用済みなんでしょ。なんでいつまでもアリーシャから離れないのさ。単に興味があるのだよ。頼まれもしないのに国を背負おうとする愚かな姫の末路にな。やり遂げるよ、アリーシャは。自分でも信じていないことを。俺は。そうだろ。君はアリーシャは私の正体にすら耐えられないと思っているではないか。うっさい。知らない間に私らが始末つければオール解決。慌てるな。じきに舞台は整う。あの方の手の上でな。あ、掉ね。进不去。可能要先洗一下地图。マルトランの正体を伝えられなかったのは、信じたいって思ってるけど、本当は信じてないからなのかな。あれはただの挑発だ。アリーシャには伝えないでおこう。いいのね。ああ、僕も賛成だ。マルトランの目的はアリーシャに危害を加えることではなさそうだしな。それなら私の言うことはないわ。ロゼも伝える必要ないって思ってるだろ。マルトランに啖呵切ってたしね。スレイもう話さないって気配だったから、あいつの挑発につい先走っちゃったぜ。正直今のアリーシャに本当のことを伝えるのは不安なんだ。アリーシャさんは想像以上にマルトランさんを支えにしていますからね。どっちでも構わんが、マルトランとやるときは躊躇するなよ。死ぬぞ。ああ、それも分かってる。そんな深刻にならなくても大丈夫だって。ほら、決めたことに胸を張れっての。ああ、
こんにちは、アリーシャいますか？どちら様でしょう。その比例は当家を分家と侮ってのことですか？ごめんなさい、スレイって言います。スレイ様、失礼しました。いつも姫様から伺っています。あいにく姫様は出かけられていて、いつ戻られるか。仕事？ええ、ローランスに情報を流しているものを追っておられるようです。確かにスパイが動いてるわよね。進行のタイミングを考えると。ええ、アリーシャさんにも容疑がかけられたほどですし。けどそんなことまでするんだ、ハイランドのお姫様って。いえ、本来は憲兵隊の仕事なのですが、個人で動かれているのです。両国の衝突を引き起こす要素は排除せねばと。すごいけど真面目すぎじゃない？グレイブガンとの戦い以来、さらに無理をなさるようになって。アリーシャらしいけど。心配ですわ、あの方は一人で無茶をされますから。少し前も始まりの村カムランを調べると言ってアロダイトの森に入られたり。始まりの村カムラン？そこから最悪の時代が始まったっていう村だよね。場所もよくわかんない伝説だけど。はい、アロダイトの森の奥に手がかりがあるという噂を聞いて向かわれたのです。それでアリーシャはイズチに来たのか。けど見当違いだったね。ジージたちから始まりの村の話なんて聞いたこともないし。ああだよな。じゃあ俺はこれで、アリーシャにまた来るって伝えておいてください。アリーシャはいつも大変そうだよ。そこが心配なんだよな。うん、接下来要干嘛呢？去那个桥了吧，我想。哦，沙桥，看到鬼，赶快回去记个录。
幻影成山。じゃダメだよ。なんだこいつらは。ヒョウマファントム。死してなお汚れに囚われたものですわ。油断できない相手だったな。蛮猛的。ライラ、死してなお汚れに囚われたものってどういう意味なんだ。人も天族も、いえ、すべての生命の本質はその体に宿る魂にあります。ファントムはその魂自体が汚れ氷魔化してしまったんです。ファントム、待ってくれ。メタルギア。つまり浄化しても元の人間に戻らないってことか。はい、すでに死んでいるのですから。ですが払わなければ魂は汚れに侵されたまま永遠にさまよい続けることになります。氷魔として人を襲いながら彼らを救う方法なんだね、浄化は。はい、分かった。だったら俺は体力を回復しましょう。那个老婆讲的话还是那个时候打到这边时候讲的话，我已经拿走了，不需要你说了。啊，孔雀羽毛。绿青灵马罗莉，绿青灵马罗莉又在他妈的哪里啊？好麻烦啊！而且这样冲刺的样子真的太诡异了。スレイ、マルトランが逆って鈍いわね、鈍みぼ。アリーシャとだって今言おうとしてた。しかも言いにくい。いい加減にしなさい、鈍にぼ。話を聞いてくれ。対照的なのが悪いわけじゃないけど、きっかけや境遇は異なっても
目指したものが同じだったのでしょう。自ら望んで王族の責務を果たそうとし、思うように言っていないアリーシャと強いられ、望んでもいない騎士となり、功績を挙げ尊敬を集めているマルトランか。うまくいかないこともあるだろうな。そう感じているかもね、その二人も。地の主の有用性についてスレイさんたちに詳しく説明しておいた方が良いでしょうか。こういうのは自分で考えないと、いつまで経ってもおんぶに抱っこになるわよ。と言っても影響があるエリアが決まっていることとか、敵を倒していくと恩恵が増えるとか。欲しいスキルがあるときはノルミンさんに協力を頼むと敵から入手しやすくなるとか。恩恵が増えるほど有効にできる恩恵の幅も増えるってことを知っておけば十分でしょう。恩恵がない土地に入ったら、まずは地の主の加護を取り戻すことを目指したいですわね。戦闘に自信があろうがなかろうが、常識っちゃ常識よね。へえ。聞きましたわね。聞いちゃいけなかったのか。哈哈哈哈。这样光这样飞飞，我会没钱。绿青林马罗丽，啊，那不如直接过去，麻烦死。要一边找什么孔雀，是不是？星空蓝剑，新武器耶。哦，能力还不错哦。哎，这边的怪怎么变成29等了？やるな、ミクリオ。原来这个怪会随着那个提升能力，这么屌！我说这边都是前期的废物，应该很好打。
うん。いいんじゃないですか。哦，超级孔雀舞哎，嘿嘿嘿嘿嘿，怎么会有这个地方啊？今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。ですよ。わあ。防毒护符。哦，看来就是捷径。回去打一打吧。好大一只啊。国王孔雀，抗性。ルフソーはね、全部見知ってやるわ。お前知っても知らねえだろ。羊だって見知られたい季節くらいあるわ。それ単なる羊エピソードじゃん。攻撃力が青の4連、防御力が上げる。全てを貫け青の4連、ワクワク達人。焼き切る。あんたも苦労するな。うん、どうだ。
哎，不对呢，其实我不应该从那边回来，应该直接用刚刚那个船点飞回去就好了。我看一下距离，如果很远的话，我就用飞的，实在是懒得跑。哎，飞是要钱，真的他妈太靠北了。干，非常的远，用飞的吧。道遗迹，哎 ，Zoro 二一四，鲁鲁离 A 来猫，那 A 加里多啊，空三小子，这个啊，看好贵哦，哎，我的节制线一直花钱，然后装备都没有去提升，反而都花在传送上面。阿里霞，为什么那边阿里霞老没有往上爬？機密漏洩の容疑で拘束する。アリーシャも同じ結論にたどり着いたか。どういうことですかな。すまん、これは違うのだ。聞いてください、姫様。これは言い訳無用。この者の屋敷を捜索し、ローランスにつながる証拠は押さえた。グリフレッド橋の修復や軍需物資の受注、不正な取引の証拠も。それは報酬です。この者の貢献への。貢献？このロゴスはローランスとの非公式の外交ルートを担う重要人物なのです。どういうこと？ハイランドとローランスは表向きは国交を断絶しています。ですが、あの方を返して、はい、ノーラクで、ノーラクベチ。戦争に進みながらこんな根回しもしているのか。それが政治というものですわ。大問題ですぞ。非公式ルートまで潰れたらどちらかが滅びるまで戦うしかなくなる。だが私には何も知らされて。当然でしょうが、あなたのような方ではこの探旅が何を招くか覚悟されよ。とにかく前後策を講じねば。釈明は後で聞かせてもらいましょう。わかった。ヒヒヒ、これな。あんなにたくさんの同志が浄化の力を振るってたんだな、昔は。それがなぜいなくなってしまったんだろう。なぜだと思われますか。同志の存在がマオテラスと関係していたとすると、マオテラスが失踪したから同志も消えた。そう決めつけるのは早計じゃない。じゃあ他にどんな可能性があると思う。例えば同志がいなくなるほど人が天族を信じなくなったせいか。大勢いる時代の方が異常だったのかもしれん。スレイみたいなのしか同志になれないとしたら、お人よしが減ったからとか。可能性は山ほどあるか。コツコツ証拠を集めていくしかないね。はい、そうすればきっと答えにたどり着けますわ。你还可以去那座桥了吧？你再去阿里霞家。阿里霞，どうなった？
家に行ってみるか。哎，你努也，脑热被气波浪服，波浪服。どうした？スレイ、待った。いかがでしたか？幸い、噂が広まる前に抑えられた。私が頭を下げてなかったことになったよ。おつらかったでしょう。何でもないよ。完全に私の勇み足だったし、リフだけはずっと捨てぶちで生かされてきた分家だ。しかも私の母は、そんな父が気まぐれで見染めた姿勢の娘だから、みんな許してくれたよ。政治が分からなくて当然だと。アリーシャ様。けどだからこそ私は正しいことをしたいんだ。みんなに認めてもらえるように、亡くなった父母の名誉のために。私は間違っているのだろうか。お茶をお入れしますわね。一人にしてあげましょう。うん。ああ。好的，现在要去哪里？完全不知道。我现在应该要干嘛了？お姫様ってのも楽じゃないね。国や政治とは。人の思惑が絡み合った蜘蛛の巣のようなもの。理想だけで渡ろうとすれば絡め取られてしまうと思います。けど俺はアリーシャが間違ってるとは言いたくないよ。アリーシャが頑張る理由を知ってしまったから余計にね。今の時代、アリーシャさんの純粋さはとても貴重なものだと思います。ですが、硬すぎる剣は意外に脆いものですわ。うん。それにアリーシャのは正論だから。正論じゃダメだって言うのか？正しいこと言われて自分が間違ってるの気づいたらかなり来るじゃない。そしたらへこむか逆ギレしちゃうっしょ。相手も人間だもんな。結果、あの子が正論を解くほど自分のいびつさを知る者はあの子に敵意を持つ。そういうことね。正しいはずなのに敵意を持たれ、またアリーシャはそれに真っ向からぶつかり、より強い敵意を生んでしまっているのか。で、悩んじゃってる。苦悩の連鎖だ。辛いな、アリーシャも。ですが、アリーシャさんの思いが間違っているとは思いませんわ。ただ、見極める必要はあるのではないでしょうか。アリーシャだけじゃなく、俺も見極めなきゃな。ふん。しょうもない奴らだったな。レディ・レイクのガキども。
社会につまはじきにされた子供は犯罪でもしないと生きていけないのかな。本当に悲しい時代ですわ。ざけんじゃねえ。罪を犯してまでも前に進もうとしてるやつは罪を背負う覚悟で進む。影を胸に落として顔を上げる。あのガキどもはそうじゃない。ただ堕落しただけだ。そんな話しながらこっち見んな。なぜそこまで考えてたんだな。私はそんな頭使ってないから。もうこの話はやめ。天然だというのか。すごいな。はい、どんな境遇であろうと生き方とそれに伴う責任は本人が決めること。それを自然に理解しているロゼさん、本当にすごいですわ。ああもう何これ、この流れ。あの子たちも突き放されたことで取らなきゃならない責任に気づいたんじゃないか。スレイ、ロゼ、君たちのおかげでね。そうだといいな。うん、そんな簡単なら最悪の時代はとっくに終わってるけどね。